大好物じゃん。ああ、ラチ君大暴れ。おじゃん。はい。なんかやばいことになってきた。おはようございます。おはよう。おはよう。あれ、ラテ君。ラテ君。おはよう。なんか物色してるよ。探し物はこれですか。うい。何？ああ、急に元気だった。はい、おはよう。FF ヒーターつけて寝て、夜中に熱ーっつって起きて消して。しばらくして寒ーっつってつけてみたいな夜を過ごしました。温度調整むずくない？毎回移動してるからさ、めちゃくちゃ寒い時期とそうでもない時期あるじゃない。それは大変やね。ライクの前どう？ルルルルル。雪が残ってますね。そうね、ちょっと偉い。あ、うるちゃいね。肉だけ出すよ。はい、ただいま。今日はね、この前ね、伊香保と草津温泉に行ってた時の動画でさ、コメントくれたんだけど。乾杯。行ってきます。草津よりももうちょっとその先の、あー、うるさい。待て、のののの。うんうん、うん、そうだね。ほら、お尻の穴を見せないの。君が吠えても何も世界は変わらないんだ。さあ、私と来るんだ。うーじゃないよ。今年の目標は世界征服だからね。怒ってます。そう、話戻るよ。水上温泉っていうところがいいから、そこも行ってみてって教えてくれたんだよね。まあ私は水上温泉と間違えて読んで、違いますよって教えてくれたんだけどね。ありがとう。ほんとそういうのはね、すぐに教えてほしい。あーでさ、今日はね、そこに行こうかなつって思って、群馬に戻ってきました。ここは道の駅白沢です。今日のプランとしては、大トロ牛乳っていうすごい有名なさ、なんかスイーツがあんの。山登ってさ、わざわざ行ったんだけど、その日はもう完売しててね、早く閉まっちゃってて、食べれなかったの。自動販売機で売ってたから、もうしょうがないやつって、買って飲んだやつがめちゃくちゃ美味しくて、もう絶対にこれはお店が開いてる時にリベンジして行きたいと思ってたやつが、水上温泉の近くじゃーってなって、今日はこれからご飯食べて、大トロ牛乳食べて、水上温泉行くっていう、もう最強の日。今日はね、ここで仮眠させていただいたんでね、何かお金を落としてから出発したいと思います。着替えます。ちゃんとインナーをインして、はい、なんかイチゴが食べたいな。めっちゃリンゴって書いてあるけど、イチゴが食べたいな。どこだよ、うち。あった、ここだ。なんかイチゴ買おうと思ったんだけど、これを買っていたいつもりか。美味しそうじゃん、川場売店。やつはもう私に気づいたようだな。帰ってきたよー。ケーキうるさい。じゃあ行こっか。はい、レッツゴー。それじゃあ出発しましょう。お茶の香りよろしくね。ここはね、温泉もついてて良さそうなんだけど、今回は
水上温泉に行きます。お昼ご飯を食べるために川場店プラザに向かっております。よかったね、空気が澄んできて。そうだね、着いた。着きました。すごい広いね。はい、あざした。はい、おにぎりが有名らしいよ。シートベルト外すの忘れてた。あ、普通に寒いわ。上着。あと。めっちゃ空いてるね。びしょびしょ。あ、びしょびしょ。待ってか。早いな、あいつ。楽しそうですね。そばだ。めっちゃ空いてんな。今度はなんだ？レストラン。またパン祭りになっちゃう。うまいに決まってんじゃん。ご飯ね、半分凍ってる。おにぎり屋さん。どうする？みんな何食べたい？エビくんいいな。注文して待ってます。あっちブルーベリー公園。夏はね、無料でブルーベリー摘み取り放題っていうのやってるらしいよ。あ、はーい、すいません、ありがとうございました。ゲットしたで。はい、ただいま。はい、で一回ここに乗っかって。はい、ストップストップ。あ、まずストップ。ああ、びしょびしょじゃん。よしよし。ああ、ラチ君大暴れ。体拭いた後いつもこうなる。はい、完全に気候になってます。はあ。きのこ汁と、今日はおにぎり祭り、エビ天と鮭魚、あとはたくちゃんの。あ、たらこいいね。あ、おかかチーズもいいね。ちょっとちょうだい。いただきます。いただきます。汁から。うーん、あー、しみる。めっちゃうまくない？おいしい。あったかい。このさ、エビの尻尾食べて。大好物じゃん。うまっ。いただきます。いただきます。あー、あー、おいしい。なんだこれ、日本人でよかった。エビ天もサックサク。うん、うまっ。うまっ。うん、なってくんのご飯、今日も栄養満点で作りました。今半分に割ってタクちゃんにあげようと思ったら地獄絵図になっちゃった。うん、これ箸で食うとうまいよ。あ、本当だ。風合いが出ますな。はい、血糖値対策です。効果か。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。うん、久しぶりに田舎のおにぎりを食べれたね。うん、なんか焼き鳥食べたくなっちゃう。じゃあこのゴミはそこで捨てさせていただこうか。うん、旅中はあんまりゴミを溜め込められないので、こまめに捨てましょう。今ここまでの編集をしていた。食後さ、大トロ牛乳食べようと思ったんだけどさ、お腹の調子があんま良くなくて、前回4年前で、なんか若さなんですかね、フラペチーノとかさ飲めなくなってきたんだよね。でもここまで来たからには食べておきたいよね。さて、私はキリがいいですけれども、そちらどうですか？あともうちょっとだね。はい、入った水上。焼きだるま作ろう。ドアを開けて。どうした？倒れそうな木を切ってくれてるのか。水上温泉郷。あった。よかった。普通に開いてた。みんな何がいい？私はイチゴのやつって決めてるんだ。かわいい。いただきます。賞味期限が9分って書いてあったから。急いで食べよう。タクちゃんはあんこ、うん、これはモナカだね。こっちにピントを合ってください。こちらです。私じゃないです。こちらです。タクヤでもないです。乾杯。うまっ。あー、美味しい。本当だ、一応いいよ。あんこはうますぎ。ワロタンバリンシャンシャン。コートル牛乳とイチゴを一緒にいただくんです。うわー。
夢が叶った瞬間。これの正体はな、牛乳とコラーゲンを凍らせて作ったスイーツらしいで。えじゃん、顔黒くなってるよ。なんかお腹痛いの治った。美味しすぎてバグって治った。二人で一個にしようとか、えちゃん言ったくせにさ、うん、いやいや無理でしょ。二人で一個は無理。これ一人一個うますぎるわ。このカップ持って帰ろうぜ。ここで洗えたカップ、かわいいな。危ないよ。かわいい。看板猫の一瞬さ入ってきたがタヌキかと思ったよ。びっくりして。ありがとう、美味しかったよ。かわいい。かわいすぎだろ。映えるね。あ、鈴森の湯あった。日帰り温泉入り口、源泉かけ流しが良かったんでここにしました。荷物はタオル、あとはセリン以上。レッツゴー。めっちゃ雪降ってね。降ってきたな。うん、900円。おじゃん。はい、おかえり。カルシウム硫酸塩泉だった。気持ちよかった。髪の毛ボサボサ。ただいま。けん、はい、ただいま。ラテ君の素装確認どうですか。おしっこはされてませんか。うーん、ああるわ。あった、うん、またやってもうたんか。やってもうたな。はい、ラテ君寂しかったね。うんうん。この後の予定何も決めてないんだぜ。どうしようね。みんな油断してたらどんどん日が落ちてきたんで、今日は一旦とりあえず田園プラザに戻って仮眠しようと思います。なんかやばいことになってきた。はい、お疲れやんした。なんかね、私のアシストを間違えてしまって、なぜか高速道路に乗ってしまってサービスエリアに来ました。まあそれがね、旅の面白いところでありますからね。大変申し訳ありませんでした。いいよ。サービスエリア久しぶり、なんか良さげじゃない。あれ、わかんない。あ、間違えた。ここ入り口じゃなかった。最悪。やよい姫のいちごのスムージーとモツ煮を買ってきた。あ、うん、まっ。イエーイ。嫁が絶対ね、旅中にね、あれぐらいあれぐらいって言うと思うからね。これをね、バッグに常備してたんです僕は。さすがっす。開けちゃうよ。あ、それー。イエーイ。はい、どうぞ。でも完璧なセットですね、こちらは。じゃあ皆さん本当にお疲れ様でした。乾杯。乾杯の人はグッドボタンで乾杯してる。押した。いただきます。飲みやすい、お上品な味です。これじゃあもつ煮も失礼して。臭さ満点。それがもつ煮の美味しいところだよね。うんうん、やば。じゃあ何してんの。え、オートミールと玄米ブラン、牛乳が売ってなかったんですよ。だからスムージー買って。世界一可愛い飲み物飲んでる今。そうでーちゅ。やかましいな。